とても嬉しい。セラピとともぐい、今さっきさ通知来た。イエーイ、楽しみです。焼肉焼肉、そう、四つ葉のクローバー可愛いでしょ。ケンケンさん、レインボースターありがとうございます。シュちゃんハート、無色パーマンさんハート、銀色金魚さんハートありがとう、せいやさんかわいいありがとう、バンくんハートありがとう、シュちゃんハートありがとう、竹田つおさんバラありがとう。この前肉焼いて、そう、確かにいつになるんだろう、めっちゃ楽しみなんだけど。ジョジョかな、ジョジョだったらめっちゃ嬉しい。ジョジョでありますように。山勝さんウインクしてありがとう。お肉、お肉がいっぱい食べれて嬉しいです。あ、そう、今回のさ、今回のハロウィンのアイコンのさ、なんか写真の中にさ、私のやつあったよね。私のやつ、私のやつあったから、ブラシはタヌキかテン、これはわかんない、これは韓国のやつです。あ、なんていうの、 OK みたいな、 OK みたいな書いてあります。そう、アイコンはね、私も自分のやつ3個ぐらいしか持ってない。ほんまにアイコン出すの難しい。アイコン推しガチャ欲しいよね。サージカルさん、だるまちゃんありがとうございます。リンボーだるまちゃんありがとう。え、結構あのメイクの筆は故障ばくはない。でもなんか私なんか鼻のシェーディングとかやってるとなんかあの故障ばくってくしゃみ出る、くしゃみが出そうなあれになります。へっ、 ってなる。天下さん、わかる。お肉をまた焼き焼きします。ジトクさん、ジジーバラー小判ありがとう、ウアンさん、マリありがとう。ウインク上手になった気がする。私のあのいつかの目標はちょっとめっちゃウインク上手になって、あの公演中にあのウインクをバシッと決めれるようになることがあの実は私の小さな野望。そらともさん、バラありがとう。でんかかいさん、パチパチありがとう。月神さん、小判ありがとう。狙い撃ち。なっちゃんのアイコン同じの2つあったり、え、そう、なんかあるよね、ダブルやつとか、ダブってるメンバーのやつとかあるじゃん。ダブってる、なんかダブってるやつ何個で、交換できますとかあったらいいね。ビビビビビビビ、マリありがとう。アイリーさん、フルーツ三昧の日々はいかがですか。あの最高です。あの今日も、今日も朝食べました、フルーツ一袋いただきました。なのであともう一袋しかありません。昨日の夜一袋食べちゃって、フルーツは履かないです。フルーツをね、セブンイレブンかも売ってるの。こんばんは、スーパーニモさん、バラー、カズさんハート、ありがとう。ね、朝って昼でしたっけ。そう、朝って昼でした。今日の朝って昼でした。もう食べた。
今日はなんかちょっと時間軸おかしくなってて、朝が昼でした。明日ぐらいに髪色変わっちゃうって、うん、明後日かな、明後日ぐらいなので。でも確かにさ、なんかあの月が変わるタイミングで戻すという手もありだったのかもしれませんが、あ、時差ボケあるかもしんないとか、時差ないし時差ないしえ、なんか私さ急激に髪伸びたくない？なんかありえないぐらいに急激に髪伸びてるんだけど、襟足が。今の色めっちゃええのになって、嬉しい。今の色、今のいい感じだから残念ではある。あら、みんななんか嬉しいことやってくれるじゃないね。後ろ髪目立つようになったかも。良いです。私は昨日のおやつでフルーツ食べました。お、美味しかったでしょ。 YD さん、バラありがとうございます。中澤さん、ハートありがとう。小判ありがとう。中澤さん、カズさん、ハートありがとう。スーパーニモさん、バラありがとう。襟足がヤンキーの子供？いや、それはないです。なんかヤンキー、なんか私のさ、みんなの時代にもいた？なんかちょっと結構ウェイなお母様、お父様のさ、なんかお子様はさ、お子様はさ、なんかさ、いや、これよりももっとさ、もっと細いさ、なんかチューンってさ、なんか後ろになんか伸びてたよね。いたわ、私の学校にも。私の超ど田舎の山口の山口の小学校にもいました。それってさ、結構昔からなんだ。子どもの髪型見ると親のタイプが分かる。襟足だけ金髪で伸びてるヤンキー、え、すごい。それはちょっと都会だね、やっぱり。そこ金髪なんだ。その子アディダスの白金のジャージ着てでもなんかあのね、金のなんかロゴのなんかやつとか着てたよね、うん。10代の時襟足伸ばすのは当たり前だった。おお、尾崎庄司さん、一番調べてみよう、気になる。まさしさんだった。え、プロゴルファーの方？え、あ、でも確かにめっちゃ襟足あるわ。でもなんかくるくる、あ、ジャンボ、尾崎、なんかめっちゃ聞いたことあるわ。具志堅用高さんか R 指定みたいな髪型してみたい。いや、結構さ幅広ない？ R 指定さんの方がやりやすそう。大きくなると夜中でドンキにたむろする。やけ、昔さそれのイメージがあってドンキ怖かったんよ。でも昼間に行ったら怖くないっていうことを知りました。もしくはブルドッグのジャージ。 ID さん、ハートありがとう。ブルドッグのジャージってどこのジャージなんだろう。なんか一周回ってなんか可愛いかもって思ってきた。10代の頃、むしろなっちゃんの代にもいたのかって。いや、いたよ、可愛い子いたーって。見つけちゃいましたね。お、奇跡的に目が覚めた。福島県出身、すごい。理容師さんにジャンボにしてって言えば伝わるん、おもろい。あ、ジョージさん、なんだかお久しぶり。
てんにょちゃんありがとう。新幹線の中移動中だ。ジャンボおさきんをでっかいパセリやん、すごっ。くるみのペンライトね、くるみのペンライト私も見たわ、ドンキでニードルズ買って生きていけ。ヒーン、まだまだ昼も夜も治安も悪かったそうなんだ。こんばんは。卒業式に特攻服着てきたやつは、え、なんかそれ名古屋、なんか名古屋とかのイメージあるでもまだその文化残ってるさところってあるくない。ポーチンハート、パイのみさん、マリありがとう、サンジカルさんハートありがとうございます、釣りまがせいじさんハートありがとうございます。声のなつきちゃんもすごく可愛いよ、ありがとう。韓国で買ってきたコスメを使ってメイクしてみた、メイク研究してみた、いい感じ。バリバリ徳島ですな、そう徳島嫌でな、徳島か、そうじゃわ。リスナーの方、天下一品行くのおすすめします。明日は無料クーポンもらえる、あ、月始めだから、あ、ぜひあの明日から月始めなので、私のモバイルメール取り始める方は明日からがお得なので、ぜひ。とても美しいです、ありがとう。いつか実物の夏希ちゃんに会って、え、会いましょう。多分東京劇場できたら会いやすくなるんじゃないかな。あ、そこ天一の日ってこと、すごい、しかも超じゃん、超天一、10月1日、すごっ、超人多そう。平日の昼間とかに行くのがいいかもね、昼前とか。あら、電波が、新幹線はな、トンネルに入ると。えすごい、岸和田卒業式で画像検索って、やばい、これすごい。あ、大阪なんだ。逆にさ、普通にスーツ着てる人が目立っちゃう感じだね。みんななんかド派手な袴か特攻服だ、すげえ。有給がリセットだ、イエーイって、みんな有給使って会いに来てね、イエーイ。確かに天一そらはさんが行きたいって言ってた天下一品祭り、いいね。東京の劇場できたら行ってみようかな。待ってます、こんばんは。すごい並ぶみたい、絶対並ぶよね、夜は行列できる。あのもう回転を狙って行くとかいいかも。本当、髪の毛だいぶ根元が黒、本当、そんなまだだね。思ったより黒になってない。なんかね、あの上の方あんま抜けなかったんだよね、髪の毛色が。でもなんかいい感じにグラデーションになってる。でちょっとなんか2ミリぐらい黒になった。なんか最近爪の伸びも髪の毛の伸びもなんか遅くて。トントン21さんハートありがとう。七並べの豪華食事は焼肉かな、焼肉かなって思ってる。ジョジョだったらめっちゃ嬉しい。ジョジョこんばんは。でももしもジョジョに連れて行っていただけたのならば、あのすごいことになると思います、はいあの昨日の後半メンバーなんかすごかったんですよ、あの焼肉の追加の食材たちを持っていくのが容赦なかったメンバーが後半にあのギュッて詰まってるってキングさんがすごいあの頭抱えてらっしゃったんですよ。でもあのよく考えてみれば、あのなんかチャートリー至り率高かったなと思って。
ね、今日の髪型めっちゃ綺麗に決まってる。次の色何にしようか楽しみですわ。焼肉の食事券おめでとうございます。ありがとうございます。こっちの6人は上品だったと思うか。髪が光ってるように見える。次は伝説の銀ね。おもろいですよ。金髪にしてちょっと暗くしますって言って、あの銀になって帰ってきたらどうもみたいな。ヨウさんかっこいい、ありがとう。1週間のご無沙汰でした。1週間のご無沙汰でしたね、ほんまに。何色にしようか。でも秋だから、なんか秋が秋らしい髪色にしたいかなって思ってみやす。なんとか歌劇のお姉さんの何だろう、芝生になってたら。どういうこと芝生。なじなにくんハート、ありがとう。ユニゲメタルさん、だるまちゃん、ありがとうございます。でもこの下地が明るいんで、今髪の色が。だから結構いろんなやりたい髪色に近づけれるんですよ。だから何色にしようかなーって考えてます。宝塚男役みたいな。どうもこんにちは。最終的には真っ黒に。真っ黒まではしないかな。自然なね、自然な地毛みたいな色にしようと思う。ハシビロコウ色、確かにね。シルバーはハシビロコウ色。月組じゃないとか言って空組とかもあるのか。でもなんか広島で宝塚のなんか公演がなんかさ CM やってて、なんかちょっと行ってみたって思いました。でもなんかいろいろさ、なんかしきたりがさ多そうじゃない。なんかこういう決まりがあってみたいな。服装なんかジーンズはダメみたいなありません？なんか感激するのにジーンズ着ていっちゃダメですみたいな。なんかそれ聞いたことあって、なんかしっかりちゃんと下調べを、超ルール細かく調べていかないとちょっとね失礼にあたってしまうかな。チケット取るのがそもそも絶対そうだよね。取るの大変だよね。そうだと思うわね。絶対ドレスコードとかあると。宇宙と書いて空組。確かに。え、なんか私なんかあの芸名って言うんかな、なんかさすごい、あ、劇場前のなんかカフェが有名よね。なんか見たことあるわ。どうもはじめまして、菜の花月と申します。ちょっと今のは菜の花月、ちょっとなんかあれだから、菜の葉月と申します。どうですか。菜の葉、ちょっと菜がいらんかなと思って、菜の葉月。え、ちょっとかっこよくない、かっこよくないちょっと我ながらセンスがいい。パッと思いついたの言ってみたけど、我ながら菜の葉月と申します。何々メーカーとかあるか。何、あ、確かになんかあの宝塚さんの名前っぽい名前メーカーみたいなありそう。菜の葉月と申します。こんばんは。多分宝塚さんもなんか知れば知るほど沼だよね絶対。西村さん、バラありがとう。でトゥ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 
てれ、え、待って、ちょっと小柄さまるさんのやついいかも、かっこいいかも。菜の葉、月、月様ちょ、本当にいそう、そう、本当にいそうすぎて、なんかちょっと今気持ちが良くなってるわ。こんばんは。チャーハン定食さん、ハートありがとう。月様どうも、どうも月様って呼ぼうかやめてください。みんなとはフレンドリーでいたいので。どうも。月組ってあるもんね、リーダー。確かに月組のリーダーやってたら超かっこいい、月様で。あ、だからそもそも月組っていうのあるから、そんな名前ダメかも。かわいい。今日ももっちゃんソファーの下で寝てるらしい。かわいい。本気で、本気で寝たいときはもうはしゃぎ疲れて本気で寝たいときはソファーの下に避難するっぽい。かわいい。そうなんですよ、ついに初めてもっちゃんが水に対面したんですよ。はなちゃんと一緒に泳ぎに行ったんですよ。なんかちっちゃいプールみたいなところに。すごくないですか。でもね、もっちゃん最初はね怯えててね、なんかそのプールの縁をずっと歩いてたら足ずるって滑らしてボチャーンって落ちちゃって、で落ちてもう足がつかなくてプチパニックみたいな起こしてて、うわーってなって、自然に水かきじゃなかった、犬かきができてた。でそこから、え、体が浮く、え、俺泳げるじゃんって言って泳ぎ出した。あまりにも、そう、あまりにも泳ぐもんじゃけん、お母さんが嘘じゃろってびっくりしすぎて助けに行ったらしいけど、そう浮力だっけ、お知ったもっちゃん、そう、運動神経めちゃくちゃいいです。藤岡猫にゃんさん、ハートありがとうございます。だからちょっと将来有望です。花ちゃんはね水大好き、水大好きなんですけどね。でもなんか波とかある場所だとあれみたい、なんかだからプールとかじゃないとダメなの。でも花子がいるからもうすぐあれだよ、ね、そう、飼い主に似て泳げるんです。泳げるタイプだった。キウイさん、バラありがとうございます。でもね、きなちゃんはね、ね、もうちょっと今お星様になってるんですけど、きなこはね、泳ぎがめちゃくちゃ下手でしたね泳ぎがめっちゃ下手でしたね。なんかね犬にも金槌ってあるんだなって思いました。泳げるには泳げるんだけど、なんか普通さ、なんか犬かきってこうやって行くやん、こうやって行くやんか、めっちゃ下手で、なんかもうバシャン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 みたいな、なんかもうすんごい無駄にね手上げて、なんか水しぶき上げて、なんか泳いでて、えみたいな、泳ぎ下手な犬初めて見たわっていう衝撃受けました。ニューかわいいですね、これも新しい。キウイさん、バラありがとうございます。私さ、花ちゃんもさ、あんな重たい体がさ、そう、見た目溺れてるみたいなの。でもね、また泳ぎに行くから、陸に上がってまた泳ぎに行くから、なんか下手っぴだけど泳ぎが下手なんだよねそう、見た目溺れてるみたいなんだけど、そう、また泳ぎに行くからさ、
着ないってわけではないみたい。あきさん、バラありが、あなたバラありがとうございます。あともうすぐで9月もあと1時間となります。なんか9月あっという間だったね。そう、好きなのにうまくいかないの、なんか尊いよな、ほんまに尊すぎる。ビス終わってあっという間に1ヶ月になる。確かにあっという間だね。そう、お水が気持ちいいんだと思う。あきさんありがとう。今年もあと1/4。確かにもう来年来ちゃうよ。あと3ヶ月で年越します。2025年来ます。なんか私もう最近さ、なんか2000年生まれなのに自分の年が分かんなくなっちゃって。私まださ2024年で誕生日迎えてないから23歳ってことだよね。そういうことだよね。なんかちょっと分かんなくなっちゃって。そう、生誕祭すぐ来る。そうなんですよ、生誕ティーのデザインをしてて、なんか私間違えて25とか書いちゃってたんです。だ年越してた。なんかあの逆サバ逆サバ読んでてあれと思って、おみたいな、なんかふとなんか違和感感じてあれみたいな、なんか数字多くないっていう。にじりんごさんハート、ヘローさんハート、ありがとう。 Your voice become much cuter. What are you talking about? That's fun. That sounds fun. Oh.My birthday. なんだ My birthday. 2年分デザインしちゃった。その My birthday's T シャツデザインの話。WCC さんバラありがとう。なっちゃん寒いの大丈夫？寒くないよ。逆になんかあの今暑いのか寒いのか分かんなくて。でも部屋の温度 28.3 度、暑い。これってなんかクーラー入れてないんだけどさ、なんか寒いような暑いようなよう分からんのんです。でも湿度えぐ、湿度70度だって。なんかこうやってやったら出てきそう水分。いやてか日本ってめっちゃ湿度やばいね。なんかでもそれだから助けられてる分あるかもしんないって思った。なんか韓国行ってなんか湿度なさすぎてあのコンタクトが一回もつけれなかったの。だからちょっとびっくりしちゃった。もう乾燥でなんかすぐねシパシパになるから一回もコンタクト使わなかった。メガネで写真撮るとき、そう私そうドライアイな家系なんですよ。だからちょっと日本の湿度に助けられてるとこあるんだなって思いました。未来行っちゃってた。逆サバ来年の分発注。先取り来年も元気過ごせる。あドライね、ドライやった方がいいか。カラカラ
湿度次第やけど 70% はちょっと 28.3 度は涼しい。よう分からんくなってきた。広島あ広島やっぱ暑い。こんばんは。自分のまだなっちゃんファン歴7ヶ月っておおすごい。でもあっという間に10ヶ月、あっという間に1年って感じだと思う。でもなんかすごい嬉しいです。お手紙とかでもなんかもうすぐでなっちゃん押し始めてからなんかもう2年目になれますとか、なんかそう何日でなっちゃん好きになってからみたいな、そうみんなが教えてくれるのめっちゃ尊い。名古屋が暑かった。名古屋、私めっちゃ名古屋行きたいんだよね今。名古屋ご飯が食べたい。なんか味噌カツとかなんかそう濃ゆい味を今求めてる私。ね、28.3 度って暑いですか。え、東京22度。いやそりゃえ暑くない、めっちゃ広島。えひつまぶしとかも食べたい、ピオリンも食べたい、いろんなもの食べたい。誰か連れてって。あ、富士山が綺麗にいいですね、うん、いろんなもの食べたい、味噌煮込み、うん、食べたい。絶対に名古屋に行ったら私は味噌煮込みうどんを毎回食べる。なんかでもピオリンね予約できるようになったらしいよ。喫茶マウンテン、何初めて聞いた。喫茶マウンテン、え、もしかしてさ、うわ見たことある。なんかさ、すっごいさ、なんかこのパスタにクリーム乗ってるやつなんか見たことある。これはさ甘いの、甘いスパゲッティだって。やばー、食べたことある人います？クリートシャインマスカット、いいね。あ、有名なんだ名古屋。スイーツのパスタめっちゃ見たことある。これ、え、これメロン味なのかな。罰ゲームで言ってたらちょっとわかるかもしんない。ヘイナチョ、ダーマレーザーのアゼラインさん美容液ってどう。アゼラインさんめっちゃ今最近注目されてますよね。敏感肌すぎなければ試してみるのありじゃない。めっちゃ甘いの。あ、そういうこと、完食することを盗聴って言うんだよ。いやすごい、頂きに登る。甘口いちごスパとか食べきれの、え、ちょっと名前がやばい。あ、有名なんだやっぱり。こんばんは、了解ウォッチで、私はナンバーズインの一番をマジで押したい。化粧水とかライン使いしてます。マウンテンだけに、なるほどね。私あれ行ってみたいんよ、なんか米田コーヒーのさ、なんかさ広島とか山口とかにはないんだけどさ、なんか米田コーヒーのさ、なんかさ米田コーヒーのなんか和菓子店みたいなのあるくない？なんか和菓子がめっちゃ、なんかお団子焼けるやつ、なんか席でお団子焼いたりできるやつ、なんとかーんみたいな名前の、あれめっちゃ行きたいんだよね。ドクターウーだっけ、赤のボトルのやつ、あれとかも、見たことないそれ。和風メニューの米だ。おかげやんか、おかげやん、おかげやん、めっちゃ行ってみたい。なん
かそこどうなんだろう、城のワールとかあるのかな、なんかお団子、お団子その場で焼けます、なんか七輪みたいなんでなんかお団子焼くやつがあるんですよ、その場で焼いた焼きたてお団子食べれるみたいな。コメだな、コメだってマジ逆詐欺だよね、なんかあの逆メニュー詐欺だよね、なんかありえんぐらいのデカさで出てくるよね。この前さお母さんとおじいちゃんと一緒にね、あコメダ行ったの、行こうとしてた中華屋さんがそう閉まってて、えコメダ行こうよって言ったらもうおじいちゃんさ初コメダでさなんかもうびっくり、超びっくりしてた、ええー、みたいな、これは大きいねみたいな、そう一人あのおじいちゃんが一人一品あのハンバーガーみたいな、なんかバーガーみたいなやつ、エビカツバーガーみたいなのを一人一個頼もうとしたんよ。そしたらあのそう私たちはあのコメダの大きさ知ってるから止めたんよ。そしたらおそうなんかって言って届いたのを見て、これはこれは一人一個頼んじゃったら大変じゃったわーっていうね言ってた。あれすごいよね、感動してた。そうそう知らんとそうなる。世間さなんかそうなんか他のね他のテーブルね、他のテーブルね、そう一人一品頼んでる方がいて、さすがに店員さんがあの一つがこのぐらい大きくてみたいな、なんか皆様シェアして食べられてますよみたいな言ってて、すごい優しいって思いました。あじゃあそうします、シェアで食べます、そう素直なおじいちゃん、そうおじいちゃん、おじいちゃんほんまに優しい。だからうちの犬たちも全員おじいちゃんの虜、うん、私めっちゃおじいちゃん元気なんだよね、ありえないぐらい元気なの。名古屋はツバメパン&ミルクがいつも行、何それ、ツバメパン美味しそう。トントンさんマリありがとうございます。カフェだってワンオーダー制じゃないんですね。あでもなんかみんな多分カフェだからだいたい一人一ドリンク頼むかな。カフェとご飯っていう感じだから、まあワンオーダー制、なんか自然とワンオーダー制になってる。可愛い孫がいれば元気になれる。おじいちゃんの元気の秘訣かしら。私はエビカツバーガーが超大好き。トントンさんマリありがとうございます。こんばんは。ドドドドドン、えこの前さ初めてさあのカラオケの招き猫行ってみたんですよ。あのカラオケ招き猫さ、カラオケ招き猫めっちゃソフトクリームもさ、ドリンクバープラスソフトクリームもなんだね。相方がタコパになっちゃう、呼ぼうかって言ってる。あちょっとお腹いっぱいです、お腹いっぱいです。初めて行ってみたんですよ。てかマネキン猫しか選択肢がなくて、シノノワールがゴディバーとコラボしてめっちゃ美味しかった。美味しそう。
ジョージさん、レインボースターありがとうございます。カラオケ招き猫結構いい激アツです。ジョージさん、レインボースターありがとうございます。ピコチャさん、100回目の訪問ありがとうございます。なんか私が学生時代の時にさ、ほんまに招き猫とかがあってほしかった。なんか学生時代、なんかみんなさ、みんな学生時代帰りにカラオケとかさ、なんかさ行ったりとかしてました？私マジでそれが憧れだったんだよね。でもさ、もうど田舎すぎてさ、カラオケもないのよ。こんばんは。9月ラストに1曲お願いします。帰りにラーメン、帰りラーメンね。中学生の時にそれやってたの、やばー、いいなー。学生時代はシダックス、わ、なんかめっちゃ聞いたことある。今もあるっけ、あるか。シドティーやっちゃん、いやいいわ、ありがとう。これこんな村、いやいや、でもね、そんなにこんな村嫌だって感じではなかった。別になんかあったらいいなぐらい。中学校の近くにカラオケ屋、もうそれはさ、もう先生が見張りとかしたらもう何人怒れるかね何人怒れるやろ。今はないのか。めっちゃ聞いたことある、シダックス。なっちゃんの地元は村なのってほぼ村かもしんない。うん、でもオラは村大好きだ。オラは村大好きやで。そう、それなりになんか自販機とかめっちゃあるしおもろい。 あるのが自販機ぐらい。なんかそう、自販機でみんなでジュース買って、なんかそう自転車置いて駅で話すっていう。なんかそうゼロからっていうのあるらしくて、めっちゃいいやんって思った。あ、そうなん、シダックスはカラオケ館に。へえ、マイリーさん、バラありがとうございます。ハートありがとうございます。え、なんかさ、最近回ってきてさ、なんかパチンコ屋のなんか景品みたいなのってさ、なんか昔さ本当に生きてるイグアナとかあったの。なんか昔イグアナが流行ってた理由ってそれなの？なんかさ、なんかそこの世界よくわかんないんだけどさ、商品にイグアナとかあったらしい、生きてるペットのイグアナ。そんな時代すごない？ YD さん、ハートありがとうございます。みんなイグアナ抱えて帰ってた。ハートありがとう。わ、なんかでも何玉で交換みたいなやつなんかあったかも。UFO キャッチャーに生きた亀、やば、生きた亀すごい。黒丸ハリーさん、はじめまして、こんばんは。街でイグアナに遭遇し、なんだろう、しなーいって。確かに、え、だってイグアナって海外のやつでしょ。いたらやばいんじゃない？え、 UFO キャッチャーで伊勢エビのあった、伊勢エビキャッチャー、やばい。え面白い。え、なんかでも乃木坂さんとかもありますよね、やってるよね。すごい、パチンコメーカーの知り合いがアイディア出しの時に STO を提案してくれるらしいって、すごい。あ、タコパ今日やないで、あ、今日やってるのかと思った。こんばんは。ナルト金時の徳島やな。乃木坂 STU、 ちょっと STU とかちょっとおもろいな。
絶対なんかオーシャンみたいな感じでしょ。え、なんかでもよく知らないけど、なんか海物語みたいなやつはなんか見たことある。絶対そっち系でしょ。 STU 受ける、あったらやってくれますか皆さん。なんかさ、ほんまにさ、みんなさ髪をさ、もう私はずっとこのぐらいの長さだけど、みんなのさ髪切りたくなる季節だよね。やっぱみんなさ髪切るタイミングって解釈一致するんだなって思いました。断然なっちゃうと結婚したら髪をちょっとなんか久しぶりな感じするけど、どこ行ってだろう、船がちゃんと出航したら大和田に。おっと、ちょいと皮肉が詰まっていませんか。おけちゃんの反復横のメニュー、ちょっとおろはなのね、なんばくのよらいじゃってるじゃん。こんばんは。このグミ超美味しい。イコノイジョイさんのフェスね、あれどこで開催されてたの。多分違法なんだろうけど、なんかめっちゃ動画回ってくるんだけど、そう唐突の、これ超酸っぱい、酸っぱうま。富士急ハイランドね、サワーって書いてる、どう見てますか。この色がめっちゃ美味しい。ハート。なんかね、ニアジョイさんの新曲なんかな。ニアジョイさんの新曲がなんかめっちゃよくて、頭の中流れてる、ずっと。ねえ何、面白い、こんなのあったの。ケンジ生きがい、ありがとう。素敵、何これ、こんなのあったの。酸っぱいの好き、梅干し超好き。うん、初恋シンデレラ、それだ。10月のお仕事始めはハザダレ公演、よろしく。面白い女ありがとう。面白い女もあんの。ちょっともうこれ私のためのやつじゃん、私のためのギフトかよ。藤沢莉子さん、え、なんかさ、そう、誰かにね、 STU のメンバーに絶対さ、なっちゃんこの
この子のファッションセンス好きでしょって言われて教えてもらった。めっちゃ好き。やばい止まらん、やばいグミが止まらん、やばい気づいたらこんなに食べてしもうた。おっぱい、これ全部食べたらカロリーが読めないわ、ハングルだから。いや読めた、152キロカロリー。どうですか、じゃ私カロリー詳しくないでわかんないんだけど。今日は買わん言いながらなんだかんだ AW 買い足してる。助けてだといいんだよ、それが幸せなんだ。ご飯8分目ぐらい、うんいっか、そんなに高くない。ご飯1杯分がどのぐらいなんだろう、それをちょっと分かっといた方がいいよね自分。絶対といえば自分は夕飯の後に梨を剥いて食べた。吉宗の梨美味しかったいいねん。その梨食べたいんだけどまだちょっと高くない、梨1個600円とかじゃない。ご飯1杯は200キロカロリー。なるほど。シュークリーム1個食べたら階段で東京タワー登れるらしい。東京タワーってシュークリーム1個分ぐらいのカロリーなんか、ってかそもそもカロリーで消費するの難しいってこと。どういうこと。ちょっとさ、酸っぱさが喉にきた。私はアイスクリームの1週間分のやばい、ほんまに、わ7枚分ありがとうございます。これ海外では使えなかったのかな。このギフトは全国31アイスクリームストアで引き換えになります。これで海外でも使えんやったんかな。無理かそりゃ。そう、あの韓国のさ31行きたいんだよね。次もしも行くとしたら、次韓国に行くとしたら行きたいのはロッテワールドと、31と行きたいな。危なっ、私これ今後ろの QR コード見えてなかったよね。ロッテリア、あでもね韓国にロッテリアありますよ。韓国にもロッテリアあって、あのてかあの韓国であのハッピーセット欲しさにあのマック食べたって言ったじゃないですか。そのわ、なんかロッテリアって人いたね、なんか懐かしい。どこ行っちゃったんだろう、今思い出した。そうあのね、あのね韓国のハッピーセットのねバーガーの中にねプルコギバーガーってやつがあって、それがめっちゃ美味しくて、なんかしかも韓国のなんかマックのバンズなんかめっちゃふわふわなの、めちゃくちゃふわふわで超美味しかった。リュウノくんハートマリありがとうございます。
彼はね、てんてんてん。え、まださ、島根県はロッテリアないの？そう、プルコギバーガー、韓国好き捉えてるよね。だよね。プルコギめっちゃ美味しかった。仕事終わってやっと帰宅って。お疲れ。餃子の王将も島根県。待って、あの山口、山口県、鳥取、島根だっけ、どっちだっけ。島根と鳥取がいつもどっちにあるかわからんくなる。山口、鳥取、島根だっけ。だよね。来月やっとサイゼリアが徳島にできる。おお。え、てか私さ、サイゼリアさ、広島に来て初めて。あ、逆？山口、島根、鳥取。誠に申し訳ございませんでした。岡山の上が鳥取、広島の上が島根や。なるほど。じゃ山口、島根、鳥取ですね。失礼いたしました。ご情報でございます。島根、お、先日行きました。島根っ子みたいなのおるくない？ゆるキャラ。え、そうだよ。てかさ、私がさ、韓国からさ、ちょうど帰ってきたさ、てか韓国にいる間に、あの日本の総理大臣、あの新しい総理大臣決まってたんだよね。だから、あの帰国するまで気づかなかった。帰国するまで知らなくて、お母さんに「え？」みたいな、「総理大臣の人変わるらしいよ」って言ったらめっちゃ驚いてた。「えー？」みたいな、私たちが日本にいない間で時代変わってるやんみたいな。そう。そうなんだ。でもなんかさ、山口、広島、鳥取あたりなんかさ、まだ変わってないよね。あの変わるんだみたいな、変わるの決まったんだっていうね。新しい総理大臣決まったみたいなもんじゃん。へーみたいな。あ、そうそうそう、ごめん、ちょっと言い方間違えた。あ、でもそっか、決まったけど、当選したけど予定なのか一応。こんばんは。韓国のコンビニ行った時、日本と違いすぎて何買うか悩んだ挙句、変なパンとお菓子を買った疑惑が。なんかさ、瀬戸内周辺、あの激アツじゃない。なんか総理大臣生まれやすいのかな。総理大臣 DNA 強め。国会で指名されてる。なるほどね。じゃあ今は仮当選みたいなもんなのか。気が抜けまへんな。山口県昔から強いよね。え、23時30分？待って、もうすぐ。あと30分で10月終わっちゃう。もうちょうどいいから、ちょうどいいから、あの最後まで配信しようか。最後まで配信しようか。24時まで。なんせ伊藤さんがね、いましたから。そうですわ。え、ちょっとじゃあ締めくくりに。
え、そうなん。岸田さんってクワトロのあたりが選挙区な、広島のど真ん中。しゅげえ。いきなりドアアップ。じゃあちょっと、今月のテーマソングを何曲か歌って終了にしますか。なんか今月のテーマ曲さ、グッドイブニングキューティーパイ、グッドイブニング、 I love you、 Thank you。なんかめっちゃペットカメラに私がなんか映るんだけど、めっちゃなんか人物が映りましたって警報が超来る。9月やっと終わる感じ、なんかあっという間だったくない？朝配信出すからはめっちゃ久々。え、なんか今月の私のテーマソングはマジでこれ、花は誰のもの。たくさん花田で公園でみんなと会えました。もしこの世界から攻防今日が消えたら、争うことなんかなくなるのに、ララ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 ラ
知ってる方がたくさん いるということでね、嬉しいです。なんか今月はすごい花だれ公園でたくさんみんなと会えたような気がしてとても嬉しいです。パチ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 、ありがとうございます。え、なんかさっき言い訳メイビー、言い訳メイビーにさ9月のってさ入ってるんだ。言い訳め、言い訳メイビーに9月って入ってる。これは生で聞きたい。ぜひ、穴は誰のもの公演 STU48 オリジナル公演やってますので会いに来てください。ありがとう、ハトちょっとね、
9月の振り返りカラオケ、なんで戻ってくるねん、ずっと見ててよ私の配信。でもなんかもう夏も終わっちゃうから、え、なんか今年さ、今年の夏サングラスデイズ歌ったっけ、歌ったかめっちゃね、9月の曲とかあるのすごい。夏がもう終わってしまうよみんな。夏の締めくくりサングラスデイズで締めましょう。砂浜に寝そべるクラスメイ、かなり攻めてるスイムスーツ、太陽は絶好調だ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、学校の制服はコンサーバーティー、知らない僕がいる、それが恋の始まり、サングラスデイズ、君はいつだって眩しくてちゃんと見れなかったんだ、ロイアップデイズ、僕はカッコつけてたけれど本当は恥ずかしかった、上半身だけ起こして振り返り、名字にくんづけて呼ばれた、僕はどんな顔してれば、やらしい目で見てないと信じる、いつの間にかの君がいて、いつの間に二人大人になった、サングラスデイズ、僕はかけないつもりだった、だって似合わないだろう、18なんてずっと先のことじゃないのか、君にはどう見えてるのかな、わかりにくい
ありがとうございます。ね、これさ、マジでさなんでだ、イヤホンが取れない。え、イヤホンが取れない。ちょっと待って、めっちゃ引っこ抜いた、めっちゃ強い力で引っこ抜いたの、めっちゃあれだわ、めっちゃイヤホンに悪そうな取れ方した、超引っ張っちゃった。48縛りしか歌えないんですよ。はい、というわけで、なんか私の9月の締めくくりソングはなんかこの3曲って感じでした。まさか9月の曲だとは知らなかったですわ。あともう10分ですね、皆さん今月もありがとうございました。来月もよろしくお願いします。みんな10月もたくさん会えますように。1ヶ月めっちゃ早かったよね。いや本当にどうするよ、あと10分で。そうで、リアルに残り3ヶ月です。今年ありがとうございます。9月も、はい、この9月に私を知ってくださった方もありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そして25年もよろしくお願いします早まりすぎ早まりすぎ、もう2025年よろしくお願いします。恵比寿行くしかないかな、うん、行くしかない、来るしかない、私は行くしかないし、あのみんなも来るしかない。うん、来年の挨拶来年の挨拶早すぎ。10月もよろしくね、10月もよろしくみんな。ウケる、なっちゃん結婚しようね、ま、気が向いたらジョージさんハートありがとうございます。来年の挨拶、でも今年の夏も大きく体調は、スナビチャートリのアイコンに着替えて、うわっ、ありがとうございます。お、超絶か、絶対超絶可愛いになっちゃったらよろしく。こんばんは、みんなと会えますように。そして公園とかでみんなが私のことを見つけてくれますように。そう、来月チャートリの公演あるけど、ちょっと私まだ出演か出演じゃないか見てって感じなんですよ。見て見て見て遊ぼって感じなんですけど、どうなんだろうね。アリちゃんさんのお誕生日近いからアリちゃんさんかもしれない。健康第一、え、まだまだコロちゃん流行ってんの、まだコロちゃん流行ってるんだ。去年の夏はひたすら暑かったね。確かに今年ってなんか比較的過ごしやすい方だったのかもね、振り返ってみれば。いや、めっちゃ暑かったけど、そうだったのかもしれない。コロちゃんまだ流行ってるんだ、許せんな。なっちゃんもほんまに気をつけてな、みんなも気をつけて。私の夏は初めて広島に行った、嬉しい、楽しかったね、浴衣祭り。ジョージさんラブレター、ありがとうございます。まだ新幹線の中、湿気がすごかったよな、確かに。
年の夏はもっちゃんとの出会いもありまして、とても良い夏だったなと思いますもっちゃんはあの東京の遠征が終わったらこっちに帰ってくる予定なので楽しみ。久々に会えて、でも久々に会えてなんかちょっと目そらされるけど、ちょっと目そらされるけど、ブラボーありがとうりょうさん。なんかね目そらされるけど、なんかなんだかんだ言うて、なんだかんだ言うて私の隣で寝てたから、私にくっついて寝てたから好きなんだと思う私のことだから尊いです。大阪で会えるまであと3ヶ月。そうだよね、12月の直接会えるお話し会もあと3ヶ月で会えます。 YN77X さんハートありがとう。忘れられたら悲しいよ、私絶対病んじゃう。忘れられたら病んでしまう。でもなんか私よりなんか花子に興味があるっぽくて、やっぱ犬同士のコミュニティってすごいなって思いました。私より花子の方がなんかむつまじくしとる。サムさんハートありがとう。またグミ食べ始めた。え？犬が目をそらす敵意イコール敵意を持ってないことを示す。え？そうなの？じゃあなんかいいかも、許せるかも。いい情報を教えてくれてありがとう。なんか気持ちが楽になった炒飯定食さんペナイトありがとう。ね、待って、すごい、めちゃくちゃ偶然。見て、最後ラスト2個のグミが私のペンライトカラー、黄色と緑だ、イエーイ。ホップありがとう。え、そう、クロミちゃんと一緒。なんかもっちゃんって多分犬の中で一番クロミちゃんに近い。酸っぱいグミが好きです。なっちゃん Thank you September、 よろしくよろしく September November、 よろしく November。山ちゃんペンライト、翔太さんペンライト、宮本さん音符ありがとうございます。ね、ありがとう。もうすぐ締めに迫りたいと思います。59分になったらラジオ見ますね。キウイさん、だるまちゃんありがとうございます。ショッタさん、ヤマちゃんペンライトありがとう。宮本さん音符ありがとう。りょうさんブラボー、ありがとう、ありがとう、ブラボー、マジブラボー。9月もブラボーでした、ありがとうございます。
気温下がってきたから気をつけてな。ありがとう、優しい。みんな10月もどうか健康に過ごしましょう。あ、58分になった。さすがに男女読むか。誕生日ます。13位ウアンさん、ありがとうございます。12位デカカイさん、ありがとうございます。11位ワイディさん、ありがとうございます。10位ナカサーさん、ありがとうございます。9位シュちゃん、ありがとうございます。8位読売巨人軍さん、ありがとうございます。7位ジドクさん、ありがとうございます。6位サージカルさん、ありがとうございます。5位リョウさん、ありがとうございます。4位無職パンマンさん、違いました、無音でした。4位ケンジさん、ありがとうございます。ありがとうケンジさん。山勝さん、ありがとうございます。ありがとう山勝さん。2位ジョージさん、ありがとうジョージ。そして第1位ケンケンさん、ありがとうございます。ありがとうケンケン、ありがとうございます。ジョージさん、ラブレター、ありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとうございます。はじめまして、初見の方でした、ごめんなさい、あの読んじゃった、読み間違えてしまいました。それでは皆さん、9月もありがとうございました。読売巨人軍さん、ありがとう。お花では、おやすみなさーい。ほなねー。